最初に私たちの自己紹介をさせていただきます。はい、長坂梨沙です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして私松田蘭です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、花の井美優です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、藤井マリーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、朝倉さんやです。よろしくお願いします。お願いします。はい、広瀬あんゆです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ついに迎えました東京オートサロン2023最終日です。皆さん盛り上がってますか？イエーイ。拍手ありがとうございます。すごく優しいです。見てお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんと私たち今夏コスというよりは半袖のワンピースのお披露目でございます。かわいい。今までずっとねジャケット姿で出ていたんですけど、夏コスもすごくかわいいですよね。かわいいです。このステージだけのお披露目になるかもしれないので、カメラをお持ちの皆さんはたくさん写真撮っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私たちの A クラス写真集ですね、ストーリーが今後の会場限定で販売しているんですけども、皆さんゲットしていただきましたか？ちょっと少ないのは完売しちゃったんですよ、実は。おお、はい、すべて完売しまして、どうなるんだろうね、欲しいっていう声をね結構 SNS でいただかない？残念っていうね、嬉しいことなんですけれども、ちょっと残念だよっていう声が聞こえてますね。まあ、でも限定っていうプレミアム感か多くの方に届けるかは、まあ、ちょっと運営さん次第ですね。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず写真集みんな見たと思うんですけど、一人一人感想とか聞いてみたいなと思います。じゃあアーリンからどうぞ。はい、私は写真集に出るっていうことが本当に初めてで、みんなと撮ったものが一冊になってとっても感動して、何度も見直しちゃいました。とっても嬉しいです。ミュシャンはどうですか？はい、私ももちろん写真集っていうのは初めてなんですけど、やっぱり写真集っていうだけあって、クールな印象から可愛らしい印象のものまですごく一冊に全部ねまとまってるので、皆様にもぜひ楽しんで1ページ1ページ見ていただきたいなって思います。なんかそのコメント、なんか最初初日かなクールとキュートって言ったらダサいかなみたいななんか言ってたら、なんか自分で可愛いとかっていうのはちょっと恥ずかしいから、可愛いじゃなくてなんて言おうかな、キュートにしようかなとかずっと言ってたよね。なんかね、それすごい今思い出しました。私キュートとクールって言いましたか？可愛らしいって言って、はい、可愛らしいですよはい、じゃあさあちゃん。はい、一冊一冊めくるたんびにみんなのいろんな表情が見れてとてもドキドキしました。東京オートサロン2023の思い出の一つとして楽しんでもらえると嬉しいです。ありがとうございます。はい、いいですか？私もどうぞ本当に私自身東京オートサロン初めての参加だったんですけれども、そのこの大きな舞台が A クラスという立場で務めさせていただいたことを、こう写真集として、今までの歴代の A クラスの先輩方の皆さんが出してきた写真集を自分も A クラスとして出せるっていうのがすごく嬉しいので、ぜひゲットした方はじっくりもう擦り切れるぐらい読み込んで見てほしいなって思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。完売はしてしまったんですけども、3冊セットの、ね、ご購入をしていただいた方にはこの後特典会もございますので、まだまだ引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、皆さんご存知の方もいるかと思うんですけれども、ギャルズパラダイス公式サイトにて現在私たち A クラスのデジタルガチャが販売中です。イエーイ。実際に回したメンバーいますか？あれ、回したお客さんいますか？もうやってよっていう方、はーい。あ、怪しい。あ、でも、ね、目上げてる人、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、このデジタルガチャは1回
550円の購入でウェブ上でガチャガチャを回せるという形のデジタルガチャとなっているんですけれども、当たる景品もとても豪華で、ムービーやボイス、そして私たちの待ち受け画像などに加えて、あとは A4 のパネル写真とかサイン入りチェキとか、本当に盛りだくさんな特典となっているので、ぜひこの機会にギャルパラ公式サイトまだ入ってないよっていう方は会員登録をして、ぜひ私たちのデジタルガチャを回してみてください。よろしくお願いします。めちゃめちゃ盛りだくさんだよね。あとなんかパネルとかもサインさせていただいたんですけど、すごい豪華で、うん、なんか違うんだよね、パネルがそれぞれ。あ、違うくないっけ。室内と屋外バージョンもあったりとか、うん、すごい結構丈夫そうなパネル写真集のなんかね、オフショットみたいな感じで。あ、そうですね、そう、使ってない写真とかが載ってるので。あと、なんだろう、ボイスとかもそれぞれの個性が出てるかなっていう感じで、すごく楽しみです。まだ私も全員聞けてないんですけど、そう、おはようとかお休みバージョンとか、ちょっと告白ムービーとかもそれぞれ撮ったので、レアなので皆さんぜひゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、